今日はいよいよ開幕戦。駅も開幕ムードで準備万全。ベリーグッドマンのスペシャルライブで京セラドームは大盛り上がり。演歌歌手徳永ゆうきさんの始球式。開幕藤浪投手は7回3失点と好投。試合は糸原選手や糸井選手の大活躍もあり、阪神タイガースが7回コールドで開幕戦に勝利。万歳！万歳！ボケー！